こうされている、滝本達彦の小説、及び、それを原作とした、ラジオドラマ作品、漫画作品、映画作品。滝本のデビュー作。幸せとは、悪とは、何なのかを学園テイストの世界観を交え、若者的な立場から考えている。この作品の出版前、滝本が、村上達郎に作品を送った際、村上に、 文章の大半を書き直すよう言われた。文庫版では、西尾維新による解説を巻末に収録。第5回、角川学園小説大賞において、特別賞を受賞している。また、このライトノベルがすごい。の2005年度版において、発売から数年が過ぎた作品でありながら54位にランクインするなど、ユーザーからも高い評価を得ている。 2002年にラジオドラマ化、2007年に漫画化、2008年に映画化された。平凡な高校生の山本洋介は、買い物の帰り道にチェーンソーを持った男と戦う、女子高生の雪、さきエリと出会う。エリは、チェーンソー男と遭遇した時から突如常人離れ、した、身体能力が発現し、それ以来不死身のチェーンソー男と互角の死闘を、 繰り広げているという。いくら攻撃をしても全く倒せない、チェーンソー男をめぐり、陽介の日常が大きく変わろうとしている。2002年、NHK 青春アドベンチャーにより、ラジオドラマ化され、全10回で放送された。映画公開に先立って、月刊少年エース2007年12月号から作画、佐伯純一で連載されていた。単行本は、 全2巻が刊行されている。北村監督の長編第一作。監督曰く、娯楽映画だが、テーマは、真逆のところに隠れている。そのテーマが何なのかを考えながら見ていただければ、楽しめると思うし、その答えらしきものが分かれば、このチェーンソー男が、何だろうという答えにもつながっていくと思うと述べている。キャッチコピーは、誰でも一度は死にたがる、なんとなく。なお、 劇中挿入歌、根性なしは、劇中で結成される、バンドオレサマーズで歌唱している。第4回日本映画エンジェル大賞化作入賞。第20回東京国際映画祭、日本映画、ある視点上映作品。ありがとうございます。